関ヶ原の戦いで敗北した武将、比田秀家は、伊吹山に逃れて矢の五右衛門に約40日間かくまわれました。このエピソードは、五右衛門の子孫が現在も記念碑を建てている場所に住んでいると言われています。その後、秀家は京都に潜伏、京都所司代に発見されそうになるも、素早い機転を利かせて逃走に成功、続いて薩摩国に落ち延び、島津家に庇護されます。しかし、この事実が徳川家康に知られ、島津家は仕方なく秀家を引き渡します。死罪は免れましたが、最終的に八丈島へ入るとなります。彼の人生には多くの伝説と疑問がつきまとう。一説によると、薩摩で剃髪し、成元と名乗ったとも。さらに、琉球王国に兵を借りて支配しようとした伝説も存在します。沖田秀家の謎多き人生とその後の行方、これからも多くの人々によって語り継がれるでしょう。